ルートビヒバンベートーベンのエグモント作品84はヨハン・ボルフガング・フォンゲーテによる1787年の同盟の儀曲のための激不随音楽。現在では序曲のみが単独で演奏されることがほとんどだが他にソプラの読書を伴う曲を含む9曲が作曲されている。難易度は非常に高い。エフモント伯爵ラモラール1809年 ウィーン宮廷劇場の支配人である、ヨゼフ・ハルトルは、ゲーテとシラーの儀曲に音楽をつけ、一種のオペラのように、して上演する計画を立てた。そして、ゲーテの作品から、エグモントを選んでベートーベンに作曲を依頼した。ちなみに、シラーの作品から選ばれたのは、ビルヘルムテルであり、こちらは、アダルベルト・ギロベッツに作曲が依頼された。しかし、 敬愛するゲーテの作品ということもあり、イヤオーなしに引き受けた。1809年10月から1810年6月までに作曲され、1810年5月24日にブルク劇場でベートーベン自身の指揮で初演された。なお、序曲は初演に間に合わず、6月15日の4回目の公演から付されたと考えられている。作品の題材は、 エフモントハク・ラモラールの物語と英雄的行為である。作品中でベートーベンは自らの政治的関心を表明している。圧政に対して力強く反家を翻したことにより死刑に処せられた男の自己犠牲ととりわけその英雄的な行用についてである。初演後、この楽曲には賞賛の評価がついて回った。とりわけ ETA ホフマンがこの作品の史上を称えた。 物がなだかく、ゲーテ本人もベートーベンは、明らかな天才であると述べた。不随音楽は、以下のような楽曲が含まれ、とりわけリート、太鼓が鳴ると、大トロンメルジェルリートや、クレールヒエンの詩がなだかい。助曲、ソステヌート、マノントロッポアレグロ、ヘタンチョエ、チョウチョウリート、大トロンメルジェルリートアントラクト、アンダンテアントラクト、ラルゲットリート、 フレイドボールウントライトホールアントラクト、アレグロマルチャアントラクト、ポコソステヌート、イーリゾルートクレール編の詩、クラーチェンストートメロドラマ、ササー・シュラーフ勝利のシンフォニア、アレグロコンブリオ初演後、エグモントが劇として上演された回数は不明。一方で、劇の内容をナレーターが説明し、上演する方法が、比較的早い時期から行われていたようである。 その際に使う説明文としては、かつては、フランツグリル・パルツァーラが手掛けたものを使用していたが、最近では、ゲーテの原作から自由にセリフを抜粋して上演する方法も多い。演奏会やレコーディング等でのナレーター役には、俳優などがしばしば起用され、例えば1991年のベルリンフィルのジルベスターコンサートで演奏された時は、ブルーノ・ガンツがナレーターを務めている。 日本では1969年に NHK 交響楽団が川久保清をナレーターとして上演している。フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニオン、トランペットに、ティンパに、弦五部。ありがとうございます。